どうもシャペンです。今回は超究極のエンプレイラなんですけども、結構なんか今日調子悪くて全然勝てないんですよね。で勝てなかった。でさっきニードルパネルの紋章を使ってクリアしたんですけど無理やり、ちょっとこっから風やっていこうかなということで、初見の動画はあるんですけど、あまりにもひどかったんでカットですね。ただパーティー変えてすごい楽に勝てるようになったんですけど、勝てるようになったら勝ったんですけど、メモリーですね。はい、こちら。これで超級風。ちょっと初見ではないですね。なんだ、さっき1回負けた。2回目なんですけど、超級風は。ただ結構ね、ありだと思うんですよね。で、とりあえずもうできること。はい、ちょそれ言ったらいいんだけどな。反射ではあるんですけど、パネルもしっかり置かれてるんで、全然動きやすい。やることは基本これなんですよね。なんかそのエルボスみたいな、あのクエスト結構好きだったんですけど、エルボスを思い出す。だから調子いい時にこれやったらすんごい楽しいクエストだと思うんですよね。今日はちょっとね、マジでルートが見えなすぎてきつかったんですけど、ただそれをさっきメモリーに救われたんで、ここで強さを出してほしい。これとか多分無理やりやっていいでしょ。そしてね、ドレインがあるんですよね。ある程度無理やりやっても最終的にはまったら全回復してくれる。ただ結局プニはこれでかいんで、ヒラメがプニもしっかり処理しないといけないんですけど、そのドレインの安心感はある。ここのね、無理やり感がすごかったですよ、さっき。これもちょっと暴れる感じで、いや、そう、渾身だもんな。超スピードごまかされてくるけど、渾身乗ってるんですもんね、この殴りに。そりゃまあスースル削れるわと。これは怖いんで、大丈夫でしょう。本当にさっきはもうメモリーのおかげで勝ったと言っても、あー怖い怖い。負けるとき一瞬ですからね、油断せずに。ここも決まったら、結構もうシオンはずっと、プリならもうとりあえず、なんとボスけずにメモリーに任したいぐらいの、やば、ああ無理やりすぎ。それやばいとこにいるな。これどうなる。なんとか奴隷の回復量で、うわー、せー、ホコタテ、おーし。完全やホコタテだった。奴隷の今せめぎ合いがありましたね。ここも、いや結構これ任していいの、メモリーに。なんなら SS も打って、あ、でもハマれるときはまた方がいいか。ただ今日これ決まんねんだよな、このなんとか反射が。あ、トモトとかね。でも、この今日マジでモンストのセンスがない。今日マジで。やばい、明日の天気大丈夫かな。これもちょっと冒険したくないな。これ危ないか。にできるだけ倒して、もしかもハマりに行くか。ここハマったら回復できるんですよ、結構。パネルがっつりむ。オッケー。それでいい。なんだ、あのワンピーのワンピーメモリーでもう倒すぐらいの勢いで。ほら、もうこれすら入れないよ。やばい、強行突破。いやー、もう行こう。
あ、 ありがとう。いいんかこんなんで。こんなんでいいのか本当に。これも許されると。いや、ここやばいんだよな。あ、でもこれちょっと行ってみて。あ、それは運がいい。でここで結構処理しておかないとまずい。いや、でも この夢がある。え、これワンちゃんワンパンできない。ストップ送って、カーン。さすがに無理。でもシオンの SS まで一回も決めてないんですよね。うん、でかい。ここも入れるけど、いやだ、これプニだな。もう分けた方が、ドレインやったら別にもうプニ無視して入ってもこれやりにくも大丈夫なはず。うん、強い。助かる。このやり合いでいいじゃん。もうシオンはプニ処理して、あれ、これ入れる、これぐらいは入ってきた。いやーん。大丈夫ですか。あー、怖い怖い怖い。うーん、うん、うん、危ね。いや、ほんとスピード感がちょうどいいですからね。パネルに完全にやられることなく。さあ、これはどうしよう。とにかく不利だな。回復する。で、ここのメモリーがもう、雑魚倒してこの道開けたらだいぶ勝ち。道開けろ。いや、強っ。削りナイス3ね、マジ。撃っちゃうか、SS。ワンチャン、まあ、全然ボスに飛ばなくてもいい。で、フリパック、まあ、鬼怖いから。いいんじゃなかろうか。まあ、でもそんなもんか。あっぶね。いや、こっからじゃないですか。怖い、ちょっと待って。さっきラスゲームメモリーでバーって入って終わったから大丈夫な。ここも打ちゃいいんだ。クエスト本当に苦手だな。あ、バカですか。あ、よかった。そのプリンは倒せんかい。ちょっとギリすぎ。やばかった今日マジで。面目なすぎるプレイが。ただそれをね、この PS をカバーするのがメモリーですよ。マジで助かった。ドレインのおかげでこれもうプニムシしてハマってもいいし、で最悪もうってか持ってってくれるって安心感あるんで、これマジでメモリーに入れてもいいかもしんない。ドレインが成立するよ本当。全然安心感違ったわさっきのやつ。メモリー桜かもしんないですね。結構反射強かったんで、ちょっとぜひメモリーはおすすめします。割と調子悪くても勝てると思います。ということで、よかったらコメント欄か皆さんのクリアパーティー待ちしております。あと戦車に投稿していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ。ではご視聴
ありがとうございました。セオリー。